チなのか市なのかおかしくなってますよ。ここから、江口ホールディングスの宮古島で一番最初に土地を取得した場所、ここで僕たちは宮古テラス構想っていうのを、やっていきたいなと思ってるんですね。一茶さんで向こう側の3000坪の土地のうち700坪を購入したってお話したんですけども、そこは普通に買えたわけですよ。で、僕たち太陽光の仕事をやってた時もそうなんですけども、どん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 一ついい土地が見つかったら隣隣隣っていう風に広げていくんですね。周り誰が持ってるか、どこの人が持ってるか、その人のところの頭下げに行ったりとか、いろんなことしたりとかしてですね、道を挟んで向こう側の3000坪っていうのは取得したんですけど、ここの1000坪は本当に苦労したんですね。もともとその30年ぐらい前にここに雇用施設を作られるっていう名目で土地を買われた方が、地主さんが見えたんですね、山梨県に。僕は名古屋に住んでるんですけども、でその人にここの土地使わないなら売ってくださいと、何もやってませんよねって話をしてたら、まあ、売る理由がないから売りたくないと。でもこれは何かあるなと、これは何かタイミングさえ良ければ売っていただけるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったわけですよ。どんなことでもしますから売ってくださいと、代わりになんか代替地探してこいとかですね、何でもやりますよと、土地のプロなのでっていう話をしたら、君たちはこれ自分たちの夢なんだろって、はいそうですと、僕たちは宮古島にこういうエコアイランド宣言に沿った形でですね、で宮古島に寄与できるその事業を何としてでも、ゼロエネルギー事務所、ゼロエネルギーリゾートを作るっていう夢がありますっていう話をしたら、いや俺にも夢があるって言われだして、え何ですかって話をしたら、山梨県のですね、甲府のご自宅がめちゃくちゃなご自宅なんですね。家にお地蔵さん3メーターぐらいのお地蔵さんがあったりとか、2メーターぐらいのなんか象の置物がなんかついてあったりとか、もうとにかくなんか芸術とかお金とかなんかそうすごい人で、でなその夢って何ですかって話をしたら、ご自身のそのご自宅の向かい側に約1000坪ぐらいの土地があって、その方も僕らと同じでどん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 買い増ししてってるんですね。でも僕たちと違うのはですね、人が住んでたりとかなんか会社があったりとかするんですけど、そこを地上げしてってたらしいんですよ。でその最後までやってったんだけど、全然売ってくれないところが約4割ぐらいあると。それをお前たちはここの一つでもいいから俺のところに話を持ってこれたら、これを即売ってやると、これが俺の夢だって言われたんですね。こんなこと言われてもってやりますっつって、その翌日からですね、うちの江口ホールディングスの大沢がそこら辺にですね張り付いてビラ配って、ワノックをやって、いや実は買いたい人がいるんですけど売ってくださいっていろいろやったんですよ。でももうそんな無理なんですよね。おばあちゃんがと同居してて、おばあちゃんが亡くなったらいいけどとか、この人が死んだら俺もこうするとかですね、そんなのなんか人の不幸を待ってビジネスやるの嫌だし、それでもやっぱり半年1年かけてずっとやったんですね。何回も何回も僕も甲府に行って頭下げて土下座するぐらいに勢いで頑張ってますみたいなことやったんですけど、もう最後の最後にはもうこれはもう無理だっていう風にとこまで行ったんですね。その時に僕が何でもやります、何でもやりますけど、できないお願いじゃなくて、できることを言っていただいたらすぐやりますって、分かりますよねって、この1年間ぐらい僕たちやってきました、見てたじゃないですかっていう話をしてたら、もう売ってやるよって、もう分かったって、いやこういう気持ちって伝わるんだな、本当ありがとうございますっていう形でやっと手に入れたのがこの土地なわけですよ。でなんで僕たちがこの土地を欲しがったかっていうのは、この石垣までが僕たちの土地なわけですよ。でこっから先はものすごいなんかこう山になってて、3メーター4メーターの山になってくっちゃくちゃになってて、木とかもめちゃめちゃ生えてて、こっから先のビューが面白いんじゃないかと思ったから買ったんですけど、ここはめちゃくちゃだったんですね。でここの持ち主さんをこう調べたらですね、もう誰もが知ってるセキュリティの会社さんの子会社さんの持ち物だったわけですよ。もっと言っちゃうと、本当にこの向こう側のこの島みたいな半島とか見えるじゃないですか、ここまで全部そのセキュリティの会社の子会社さんが持たれてて、僕はもうそこのお会社様、社長様に万年筆でですね3枚になって、僕はグスクベ町にこういうものを作って、こういう夢を描いてて、こういうものですみたいな感じで名称を入れて、ホームページのアドレスを載っけて、ぜひここを平らにさせてもらえませんかと、で僕たちに綺麗にさせてもらえませんかっていう風に手紙を書いたわけですね。で熱い気持ちと、そしたらその親会社さんの常務さんからお電話をいただいて、これを30年前にその常務さんがずっとこう買い上げてきたらしいんですよ。で僕たちがこういうことやりたいんです、ああいうことやりたいんですっていう話をさせていただいたら、いいよって、
綺麗にするなら綺麗にしまっていいよって、それって僕ここまっすぐ綺麗にこの真っ平らにしますよって、いやいいよいいよって、でもヤシの木をこのね 1.5 メーター2メーター間隔ずっとやりますよって、いや全然いいですよ、じゃあすいませんジョーム僕売ってくださいよって言ったら、それ早いでしょ M さんって言われて、芝生綺麗にして木を植えたりする管理をさせてくださいと、それだったらいいよ江口さんって言われて、僕たちの江口ホールディングスグループの EGC 株式会社に土木工事をやっていただいて、で下もこの芝生を早かしたりとかして、失敗丸けですよこれも、見てくださいこれハゲハゲね、もうあの至る所がハゲたりとかしてるんですけど、まあ、そのうち綺麗になっていきます、失敗ばっかりですけど必ずやっていきます。ここから下はこれ崖になってるんですよ、こっから先に建物は建たない、先ほどお話ししたセキュリティのお返し様が全部持ってるんですこのグリーンのところで、大体このもう建物が建つような土地の種類じゃないんですね。どうですかここに3階建てとかのテラス付きの建物が建ったり、それが住居だったりホテルだったりレストランだったり、ここで僕たち夜バーベキューとかばっかりやってるんですけど、ここが大好きなので、であれはプールを実を作ってるんですね、水は来てないんですけども、水が本当に宮古島難しくて、山がないんですよこれ見ての通り、一番高いところで海抜 100m ぐらいで、山がないっていうことはダムがないんですよね、川がないですし、で水を溜めとけれないので、島のあの何か所かに地下ダムっていうのを作ってるんですね、要するにこの地面の下に水が溜まるダムを作って、そこに雨水を溜めてそれを吸い上げて生活用水にすると、このグスクベのこの場所まで水を引いてこようと思うと水道で約 1.5 キロぐらいらしいです。 1.5 キロ、先ほどのあの県道のアスファルトを全部めくって自分で引いてくるっていうのがこの宮古ルールなんですよね。でそこでいやそれでもやろうじゃないかと、この4000坪あるんだから何でもできるじゃんっていうことで、水道局から言われたのが20ミリ間ぐらいしか引けないよって、水がないからって一言なんですね。まあ、これはもう島の独特の理由なのでどうしようもないことなので、20ミリ間じゃ家2軒分しか建たないっていうか、それぐらいの水道量しかないわけですよ。それではっていうことで、僕たちはその大気から湿気を取って水を作り出すっていう機械をまああの考えてですね、自分たちでやっぱり OEM メーカーとしてですね、ファブレスメーカーとしてその仕事をやっていかざるを得ないとかですね、つまり宮古島にはたくさんいろんなこんな土地があるわけですよ、水が来ないどうしようもないってこういう土地が、例えばですよ水が来ないですと、でそこに500坪ぐらい の土地を買っちゃいましたと、坪1万円で例えば500万円で買った500坪、めちゃめちゃ安いだけど水引くのに1億かかるみたいな、8000万かかるみたいな、そのザラにある話なんですよね。でもその500坪のうちの50坪ぐらいを僕に貸していただければ、その50坪のところに上に高さ3メーターで太陽光をやって、その下では農業を やるでもいいですし、例えば車を下に止めるでもいいですし、犬小屋でも牛小屋でもやるでもいいですし、その50坪貸して教えていただければ、そこでできる家だとか電気水光熱費っていうのをゼロにするってことは僕はできるんですよね、できると思うっていうかできるんです実際。で太陽光を1回蓄電池に、大型の蓄電池に入れて清水機に、かけるだけ、それでもう半永久的にずっと出来上がるわけですよ。でこんなプール作ってチャプチャプして遊んだりとかしてるんですけども、まず水来てないので、あのいろんな方法で水を運んできてですね、これ本当に 1.5 トンぐらい入るんですけども、プールの中でまあこの絶景で遊ぶよと、こういう感じで宮古テラス構想って進んでるんですね。でなんか後からあのつつかれたりとかするの嫌なので、登録商標を取りました宮古テラスで、宮古島でのこういうテラスの事業をやるってことに対して、で僕この絶景に対して柵とか手すりとか擁壁作りたくないわけですよ。このダイレクトにこのなんか大自然、この海を見ていただきたいなっていうことで、植物を斜め斜めに植えてってるんですね。これ横に横に伸びる性質がある植物なんですね。で高さ1メーターぐらいで、奥行きっていうのは全部もう向こう側にどん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 この植物を倒していって、ここに天然の手すりを作っちゃおうと、誰がどう考えてもそれを通り越えるなんてことはないぞっていう、そういう手すりをつけちゃおうっていう、そういう作戦でこの木を去年の10月ぐらいですかね植えてみました。
ここが天然の手すりになれば、もう変なあの人工物だったりコンクリートだったり鉄だったりっていうのがなくてですね、これでも本当綺麗なこの手すりになるんじゃないかと。その前側にですね、アラマンダっていう宮古島の名物のこのお花があるんですけど、それも植えてるんですけど、この間の台風でひっちゃかめっちゃかなってますね。ここで最終的にですね、今から、2021年の今8月なんですけども、2023年の秋とかそれぐらいから、まあ、この宮古テラスっていう構想を実際着手できるんじゃないかと。でこの宮古テラスの、構想を前に前に進めるために、まだ2年3年触れないのは、もう何もやれないのはつまんないので、後からですね説明すると思いますけれども、クラスザファーストっていう、まあ、やっぱり同じグスクベ町に620坪ぐらいの宅地を今回は、買わせていただいて、そこにまず僕たちが考えるゼロエネルギーリゾート、それを作ってみようと。そこでは、飲み水は実際水道来てるっす。だけどプールの水だとかですね、例えばトイレの水っていうのは自分たちで作り上げた水、清水域で作り上げた水、あとは雨水ですね、雨水をこう一箇所に溜めてそれをきれいにした、そういう水をですね使って一番最初に僕たちがやってみる蓄電池と太陽光、あとは清水機を使ったゼロエネルギーリゾート、クラスザファーストっていうのをやっていきたいと思います。それはまたね違う機会でまたお話させていただきたいと思いますんで、もしまあこいつら面白いなと、何が始まるんだと思っていただける方はチャンネル登録しといてみてくださいね。また面白いことを次々とここの場所で発表していきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。